早安，早安，早安的一点ですけど，今もう午後なんですよ。今天我跟文当去哪里呢？今日は横浜で中華食べます。久々の横浜だ。横浜はね、いい思い出がいっぱいあるんだよ。今日の計画はまず中華街行って、ちょっといろいろブラブラしながらダーチーパイとかあればいいな。それ食べ終わったらイルミネーション。イルミネーション結構ね、横浜の綺麗なの多いからね。そこ行ってルーちゃんと冬を満喫したいなと思います。楽しみです。ね、楽しみ。Let's go。2年ぐらいは来てないね。そうね、全然来てなかった。前ルーちゃんと何したっけ？アートみたいな見に行ったよね。いや、あれは付き合ったばかりの時かな。あれまた違うっけ？なんかいろいろ混合しちゃってるね。楽しみ。ちったい。哇，我跟文当是第一次晚上来中华街，晚上的中华街也很热闹。干嘛？文当一看港性茶吃到饱，然后他马上就看到他最喜欢的肠粉。肠粉。肠粉呢？肠粉。大根もちもある。これもある。然后这一间是我跟文当刚交往的时候来逛的艺术博物馆。里面都是视觉艺术，好怀念哦！いやね、あの時はルーちゃんのこと嫌われないか心配だったな。文文当在这里买了一包小包的咸酥鸡。30番の番号札ゲットしました。他们这个号码牌也好像台湾哦。他们这里还有卖苹果西打、跟芭乐汁、黑松沙司跟台湾啤酒。应该要买一瓶芭乐汁给文当带回去。文当马上就去买了一瓶芭乐汁。これが本当美味しいんだ。我们点的盐酥鸡来了，我们点的是小份。它这个盐酥鸡好大哦！一个好大，啊，好吃呀！我これ，台湾的味だけど、台湾よりちょっとさっぱりかも。这个咸酥鸡比台湾的咸酥鸡还要大块很多，本来以为吃起来会蛮不像，可是它那个皮吃起来就是盐酥鸡的味道，哎，好吃！再配上文当买的芭乐汁，台湾鸡排と。台湾ビールとね、一緒にね食べて飲んでみたい。然后这家按摩店好像台湾会有的按摩店的感觉哦。この音楽は。哒哒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 。哒哒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 哒。でしょ？合ってる？合ってる。聞いたことある。フーちゃんすごいね。天哪，这里还有灯会耶，好酷哦！没想到中华街竟然有灯会。すごい、なんか雰囲気めっちゃそうじゃん。あ、春節？そう。这是2022年春节的横滨中华街的灯会，灯花。灯花。对，灯花。灯花。哦，見て、台湾ビール。文当はこれが一番好きだから。文当最近又买了一些掰我们家，他昨天才喝了一个芒果，又喝了一个荔枝。我们文当又看到一家店有在卖啤酒，又来买了，买了两罐凤梨跟荔枝，还有芒果。Pineapple 太酷。现在在横滨车站， yeah. 我们两个又在抓 Pokemon。Pokemon。横滨车站好繁华哦。Pokemon のセンターがいっぱいあるってことは盛んでるんですよ。ねえ、私百貨店の話してるの。あとね、イルミネーションもすごい綺麗だし、なんかね。素敵な音楽も流れてて雰囲気めっちゃいいね。而且刚才坐我们旁边的情侣，他们在玩宝可梦。あれ見てほっこりした。我们两个在后面有个很漂亮的圣诞树灯饰。きれい。漂亮よ。跟文丹。じゃあそこまで今回寒くないね。寒くない今年。横滨的夜景好漂亮哦。なんかすごいおしゃれだね。横浜もいいな。ほら、そこ見て。おしゃれじゃない？好漂亮ね。すごい。すごいピカピカしてる。对啊，这里的夜景好漂亮。こういうのなんかなかなか見る機会ないもんね。クリスマスだけだもんね。とか言いながらポケモン GO 確認しないの。好啦。然后这里还有日产车的展示区。他们整个空间规划好像是未来电影才会出现的那种感觉哦。いやでもこうして見ると車かっこいいね、いろいろね、見ると。我が家も来年車欲しいね。二人でいいドライブができる車見つかるといいね。ね。路过来看到进击巨人的期间限定咖啡厅。かっこいい。俺もエレンみたいになれるから。
てないよ。やめて。今天晚餐跟文当来吃春水堂，他们春水堂现在还蛮酷的，有这个台湾特别套餐。现在日本真的是不管哪里都在封台湾。那我跟文当呢，这一次是两个人都点一个小的卤肉饭，然后我点了铁观音奶茶，没有加珍珠。文当点了一个珍珠铁观音奶茶。タピオカミルクティー飲むのが久々な気がする。ふーちゃん意外に好きだね。いや好きなんだよ甘いのが。でもねなかなか食べ飲める機会がなくて。我的铁观音奶茶来了。来啦。文当你先喝一口。一个哥哥。没有一个哥哥。嗯，我尝到这个东西呢。文当的加珍珠铁观音奶茶也来了。我对珍珠还好，所以点没有珍珠的。文当很喜欢吃珍珠。真的吗？我觉得我的喝起来比较淡一点，文当喝起来比较浓，但对我来说这个甜度刚刚好。卤肉饭来了，在日本第二次吃春水堂，他们这个菜也是放得很有艺术感。いただきます。はい、どん。味付け好きなんだよね。超好吃哦。春水堂卤肉饭真的是还蛮好吃的。真的好吃。我们文当跟我真的是几乎每个礼拜都在吃中华料理。なんかめちゃめちゃ美味しいよね。お肉がトロトロにとろけるんだよね。それが卤肉饭の美味しいところで。また味付けも美味しい。ふーちゃんが味玉食べます。淡淡。わあ。固まってる？美味しい。なんか前と俺トロトロだったイメージある。うん、でも美味しいよ。よかった。来年台湾行ったら何したい？で、台北以外のところ、ふーちゃんと行ってみたい。台中？台南？台南バイクある方が便利かな。台湾のテーマパーク行きたい。なんか遊園地みたいな。台湾の若者ってどこ行ってんの？カラオケとか。あカラオケ行きたいわ。高級カラオケ。高級カラオケっていうか食べ物がいっぱいあるよ。そうそうそう。こちらは茶を上にして香りを楽しむものだそうです。あとこれ可愛い。嗨大家我们已经回家了。回家啦。回家了。今日はたくさん歩きましたね。横浜やっぱり綺麗だったな。ねえなんかね高層マンションとかね高層ビルとか。あと商業施設とか、あとイルミネーションもすごい綺麗でしたね。我跟文当这次回家之前呢，我们两个还去便利商店买了零食甜点。文当买的是这个闪电泡芙，我买的是一个牛乳布丁。这个牛乳布丁很好吃，如果大家来日本的话，蛮推荐大家可以买的。今回はね、結構お腹いっぱいになって中華街行ったので、やっぱり中華街行ったらみんな食べ放題食べるよね。今度はやっぱりお腹すかしておいて。朝から中華街行った方がいい気がします。而且我们有经过很多店，它都是写台湾什么什么台湾什么种。我本来都是想说这一定不是台湾，只是他们写是台湾而已。然后就经过就听到里面的老板在大讲台语，我想说啊，没想到是真的台湾。马大富讲有的台湾啤酒呢没的呢。哇，台湾啤酒的凤梨口味。马空的台湾你打呢？马大其他阿金侬侬得咪有呀？そうだね。他なんかあんの？蜂蜜，私が飲んだことないんですけど、みんな美味しいって言ってる。好，那谢谢大家看我们今天这一支影片，那我们就下次影片再见，大家再见，拜拜，拜拜。然后文当今天穿全黑的，我是白色。オセロです。拜拜。拜拜。君と終わらない歌を歌おう。たとえ夜が明けようとしても。